こちら側が動き出すのはいつも申し上げるように、手が先に動かないで、体が先に動いていくところで、相手の拳もろともというところで重心移動を勉強してください。内たち、下たち、ともにです。手が上にあるということは、上虚下実を作るためですから、下が動かなければいけません。初動は。これがないまま、これが上に意識がいっていると、上が先に行ってしまいますから、体が移動していって切っていくけども抜かれてしまうという形がスムーズに取れるように勉強すると腰指導の内が勉強できるわけです。腰指導の内が勉強できて腰指導で打つということです。そしてこれは頭を切る勉強ではなくて、前で申し上げるように相手の面を切り抜いていく勉強ですから、ここへ切ったら規制が緩まないところでそのまま切っ先が両目の間まで刀がずっと切り込んでいくことを内たち側が表現してやるということ、このことが重要です。切ったところがそのままずっとここへ戻って降りてくる、これを面を切ったこの形が重要です。